2月18日のけりひめスイーツ。あとちょっとね、ミクとかいろいろ終わっちゃうなとか言っておきながら結局全然進めてないので急ぎましょう。ほんと適当な進め方になってるな。いや、他のゲームがね、イベントやってるからってのもあるし。よいしょ。まあいろいろ攻略法はあるけども、とりあえずシールドを破壊して、激しずくでも確かシールド解除ついてた気がするな。そろそろサブリナの耐久度自体も強くなってくるかな。まあ、覚醒色あたり使ったら楽に倒せるかな。ああ、これはちょっと貫通系が必要か。貫通系というかクリティカル系、もしくはこの攻撃で普通に火力で押せるか。押せない。ちょっと強戦士を使ってみよう。クリティカルが入れば余裕か。じゃあ次も動せず倒せそうだね。味方が倒れてしまった。これがもったいない。せっかくの割引期間ではあるけども強化も全然してないからな。プレチケ3枚。なんかちょっとキャラを考えてみつつ、ヒット数もある突撃隊長をとりあえず連れつつ、まあ、シールド解除ができちゃえば、それさえすれば苦労はしないボスかな、やっぱり。さあ行っておいで強戦士。えい。やっぱりクリティカル入っちゃえば楽勝か。経験値はしょぼいな。プレチケ3枚は嬉しいけどね。で、使用人の強化ができるアイスクリーム系、アイスキャンデーかな。で、まあ10回クリアしないと、プレチケはもらえないからな。まあ楽に倒せるからここもやっておかないとだけども、さあもうミク系のステージも残すところあとわずかですね。なんか今ゲットしておかないとってのはあるかな。限定のドレスとかそういうのでなければ、まあプレチケが欲しいなってぐらいかな。ミクキャッスル、メタグリとプレチケ、こんな感じか。とりあえずミクステージを少しでも回っておくか。とはいえミクステージはね、またあるからね。お、2020使ってなんか強敵系どうだろうな。これ宇宙船長だとちょっとやりすぎちゃう恐れがあるから変えた方がいいかな。宇宙船長じゃなければなんだろうな。属性はあったかな、あいつ。まあ一回入ってみてね。あ、でも応援番長がもともと確かチョキ、いやパーカー、どっちが、いや、もう一回やれ。一回やって確かめろって話だ。ミク2020はちょっともったいないかもだけども。ネクロマンサーとか久々に使ってみるか。ミク2020はこいつに対して、なんか有効打を与えられるかな。そして、属性は関係なさそうだね。えい。おお、なかなかいいダメージ。こんなに近寄っちゃダメだね。1ターン目から攻撃されちゃうのは困るね。なんとかシールドを貼らないとだね。シールドを貼れる系をまず1ターン目で出してってことかな。となると、突撃とか、それこそ激しずくやら、そのあたりを連れていくべきか。そのシールドもどう持つかな。ああ、多くてわからないいた。そしてこれメンバー編成の方じゃないか。あの画面からも編成させてほしいな。これなんだ、覚醒。なるほど、報酬アップ系で入れてたのか。いつこの相当やってたんだろう。バリアを張れる系かといって弱キャラだとな。パラディンってなんかできるんだっけ。あ、でもパラディンお供の方はしてないね。よし、じゃあ残りはもう適当編成でいいか。さあ、ミラーリングの調子もどんどん悪くなってきたぞ。まあいいや、これで行ってみちゃえ。多分勝てないな。突撃隊長のバリアをね、激しずくでより張ってあげれば多少持つかな。それより先にね、バフ解除もした方がいいんだろうけど。おいおい、すごい画面止まり方してんな。あとはライフ削りきれるかの問題だけども、なかなか厳しいね、それも。あー、ダメだな。やっぱりバフを解除する方が先かな。あ、でもメンバー編成でうろちょろやってたらだいぶ時間が経っちゃったな。さて、今日がまだ火曜日だから、とりあえず明日はまだね、普通にプレイできるね。とはいえ、ケリ姫の方はちょっと今手が止まってるんでね、一応毎日インはしてるけども、FGO もそうだし、ケモクレもそうだし、紛れ子もそうだしイベントが重なっちゃってるとね、ケリ姫の手は止まってしまう。まあ、手が止まっても足を動かせ、そういうゲームだな。足でプレイはやめといた方がいいけど。じゃあ今日はこれぐらいにして、また明日。